仮面ライダー今回もやっていくんですが、まずデジタルカードモード、こちらを見ていきたいと思います。これね、なんかそう、仮面ライダーのカードがもらえるらしいんだよね。でカードゲット8ってなってるから8枚もらえるんじゃないかな。プッシュ丸ボタン、丸ボタン。あ、こういう感じで選んでいくんですか。これなんだっけ、ピラザウルスだ。ピラザウルスね。改造人間のトレーナーであり、あるハリケーン・ジョーによって鍛えられる必殺技はプロレス技のウルトラキック、ウルトラパンチだ。バカみてえな名前。女幹部マヤは死の霧という人間を白骨化させる猛毒ガスで日本の政治経済界の代表を殺し大混乱を起こすことを計画する。ライダーキックを受けて人間の姿に戻った。へえ。いや、何の感想も出てこない。さあ、バンバン開けていきましょうか。これは分かんない、分かんない。なんだこれ、ナマズキラーだって知らないね。ガンガン開けていこう。あ、これ前回やりましたね。こいつすごい強かった。ああ何も説明見ないで閉じちゃったよ。おい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 、これなんですかね。これはイカデビルをやっつけろ。これなんか昔こういう仮面ライダーカードがついてくる、なんでプロ野球チップスみたいな、そんなのの仮面ライダーバージョンがあったんでしょ。それにこういうのがついてきたんだよね。結構今じゃ高値で取引されてるらしいっすよ、この仮面ライダーカードっていうのは。いいないいないいな。俺は全く世代じゃないからあれだけど、なんか当時の空気を知れてる感じがしていいね。これは92号ですね。ムービーカード。何、コントローラーの三角ボタン。BGM くらいつけろや。はい、あー、来たー、よかったー。これ弾けてよかったー。これ弾けてよかったね。ちょっとこれだけ読まして。怪奇雲男現る。緑川博士が隠れていた50号倉庫のある場所に雲男が現れた。雲男はショッカーの記念すべき改造人間第1号だ。口から吐き出す糸で人を締め殺したり、口に含んだ毒針で人を刺し泡にして溶かす。最後はライダーキックに破れ泡となって消えた。へえ、いいデザインしてんだよな。はい、ということで、はい、こうやってアルバムにね収まるんですね。はい、ということでショッカーストーリーやっていきましょう。途中までカットしよっかな。ショッカー血のここカットできるんだ。サボテグロンか。いいね。手加減はしないぞ。超強えから。俺の雲男めっちゃ練習したから。超強えからな。覚悟しとけよ。汚ねえ手しか使わねえぞ。超強くなってる。負ける気がしないね。まあ今のところね、なんでしょうか、攻撃力も別に何も不自由してないので、あ、でも脚力、言うたら脚力くらいかな。いや、体力上げてた方がいいかもね。おー、強くなったぞー。ライダーぶっ殺してやる。ということでリベンジですね。待ちに待ったぞ。頑張れ頑張れ頑張れ、ショッカー。 お前らが1号ぶっ殺していいぞ。やれ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 、好き好きあり好きあり好き。
頑張って頑張って、全然ダメだ。いよいよ貴様の最後だ。最強怪人の力を見るがよい。まずはライダーキックならん雲男キック、お見舞いしましょう。これを食らったやつは生きていられないぞ。そしてここパーフェクト。今回分かったぞ。今回は勝ちました。そして2号がすかさず来ます。最終回が巻きで来ますんで、まずは雲男キックで驚かしてやりましょう。 OK。 そしたらもう一回 OK で離れて雲の糸、この時は雲男キック。何クソやばい、雲男キックだ。 OK。 まずい、やばいやばいやばい、ライダーキックだけはもらわん。やばいやばいやばい、近づくんじゃない、雲男キックだ。何これはまずいぞ、決めろ。やりました。これでどうなるの、これでどうなるの。めっちゃ喜んでる。今後日本国全体をその支配下に置き、二度と再び平和な時が訪れぬよう、みんなで笑おうではない。めっちゃはしゃいでんじゃん。はい、ということで素晴らしいものでしたね。素晴らしい。はい、ということでショッカーストーリークリアすることができました。これは私の悲願だったので、もう何も悔いは残っておりません。とても満足しております。ご視聴ありがとうございました。雲男すごく強かったね。すごく強かった。すごい楽しいゲームでした、このゲーム。また機会があればやっていこうと思いますけど、次はまた別のソフトで遊んでみようかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあ、さようなら。バイバイ。